こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで経営学講座の第5回になります。今回はベンチャービジネスとはというテーマのお話をしていきたいと思います。で、まあ、日本語に訳すとベンチャーというのはまあ冒険的というような意味になりますけれども、基本的にこの経済、お金というのは一つのこう原則があるんですよね。それはこうリスクイコールリターンと。これはもう原則なので基本的には絶対です。でリスクっていうのは日本語だったら危険性っていう意味になるわけですけど、本当は経済学的には不確実性のことを言います。不確実性イコール得られるかもしれない利益ということですよね。だから例えば現時点がここにいますと、現時点がここにいますと、そうした時に例えば何らかの決断をするとしますよね。何らかの決断をするってなった時に、ね、こうなるかもしれないしこうなるかもしれないと。でこれで、例えばリスクとリターンっていうのがこう釣り合うわけですよね。要するにこれだけの、ね、これだけプラスになるか、例えばプラス10になるかもしれないしマイナス10になるかもしれないということですよね。でこれがこの幅が不確実性、つまりリスクの大きさになるわけです。でそれがそうじゃなくて、この決断によってプラス100になるかもしれないしマイナス100になるかもしれないということであれば、この赤から赤までのここからここまでがリスクの大きさということになるわけですよね。不確実性はそれだけ大きいということになるわけです。でこれは基本的にはもう原則なんですよね。小さなリスクなんだったら小さなリターンしか得られないわけですよね。で大きなリスクを取ればそれだけ大きなリターンが得られるかもしれないし、逆に大きな損失が出るかもしれないということになるわけです。でベンチャーって言われてる人たちはもう冒険的ビジネスだから、まさにこの赤の世界ですよね。赤の世界に踏み出していくっていうのがもうこのベンチャービジネスということになるわけです。じゃあそのこの黒のリスクとリターンが小さいものと赤のリスクとリターンが大きいものっていうのは何なのかって言ったら、これはもう繰り返しになるんですけど、企業の目的を果たそうとしてるかどうかにかかってるわけですね。企業の目的というのは顧客の創造であり市場の創造。これをやろうとしているのであれば、リスクとリターンっていうのは大きくなるわけです。不確実性が大きくなる。要するに誰もやってないことをやろうとするわけだから、外れた時も大きいわけですよね。ね、例えばそのね、世の中に蕎麦しかない時に、蕎麦の味ってみんな大体常識で知ってるわけですよ。みんな蕎麦を食べてるから、ね、大体蕎麦の麺っていうのはこんな麺で、蕎麦の出汁っていうのはこんな出汁だっていうのを知ってるわけですよね。そこで誰かがそこに中華麺というのを入れて中華そばを作りましたと、ね、それがこうラーメンというふうになりましたというふうにしたとしても、これは当たった時は大きいですよね。誰も提供してないわけですから当たった時は大きいですよ。でも何ってね、美味しくないと、ね、今までのそばの方が全然美味しかったよっていう場合もあるわけです。これはもう出してみないとわからないですよね。結局その起業家っていうのはアイデアがあって実際行動して、そして商品サービスとして、ね、形にして、これまでを全部やって初めて1になるわけですから、0から1になるわけだから、ね、こうじゃあね、あもしかこのそばにねこう中華そば入れてみたらちょっともっと美味しくなるんじゃないかな、
で、アイデアを形にして、で、それで実際中華そば、ラーメンっていうのを作ってみました。でもこれをお客さんに出した時に、ね、どういう反応が来るかっていうのは分からないわけですよ。その時にその人がどれだけね、お金を使ったのか、それだけ、その人がどれだけその商品を開発するのに時間を使ったのは関係ないですよね。お客さんはまずければまずい、美味しければ美味しいわけですから、それはもう出してみないと分からないわけですよ。ね、で当たれば大きいですよね。みんなそばを提供してるのに自分はラーメンを提供したわけだから、もう自分がラーメンを食べたいんだったら全部自分、お客さんは自分のところに来るわけだから、ものすごい大きいわけですよ。だけど逆にね、なんだって全然美味しくないとね、今までのそばの方が断然美味しかったよってことであれば、今まで全部費やした時間とお金は全てパーですよね。ただ借金だけが増えたということになるわけです。だからそれがリスクとリターンというのが釣り合うということです。で、こっちの黒い人たちっていうのは何かっていうと、黒い人たちっていうのはこのそばっていうのも市場がある中で、ね、A 点、B 点、C 点っていってこう競争しようとする人です。A 点、B 点、C 点、Z 点っていうのがあって、ね、もうそばっていうのは大体日本人の大体何万人、何十万人、何百万人が食べるって分かってると。ね、だある程度こう読めるわけですよ、ね、日本人にとってそばっていうのは大体これぐらいの人が食べるっていうのが分かってるわけです。分かってるわけだから、例えばじゃあ A 店っていうそば屋さんが流行ってるんだったら、じゃあ私もそば屋さんをやってみよう、私もそば屋さんをやってみようっていうのはこういう人たちですよね。だから外れも小さいわけですよ。日本人の中で大体そばを食べる人っていうのがね、あのもういるっていうのも、そばが好きな人とかそばを食べたいと思ってる人がいるって分かってるわけだから、外すっていう可能性はすごく小さいわけですよね。その代わり得られるのも小さいですよね。だって A 点も B 点も C 点も Z 点も全部そばを提供してるわけだから、結局ね、当たりも小さいわけですよ。でラーメンっていうものを新しく開発した人であればね、当たった時は大きいですよね。ここでそば屋さんで一生懸命 A 点 B 点 C 点 Z 点が一生懸命競争してる時に、うちはラーメンっていうのを提供しますっていうことであれば、もうお客さんは全部自分のところに来るわけですから、当たった時は大きいですよ。その代わり外してみてね、いや何これみたいな、美味しく、全然美味しくないみたいな、ね、あの全もうそんなね、今日なんかね、500円、600円損したと、ね、こんなまずいのにね、あの500円、600円払ったっていうのはすごいね、自分は損をしたっていうことであれば、もうこうですよね。今までせっかくアイデアがあって行動して、商品サービスを作るという形までして、ね、時間とお金っていうのをものすごく費やしたにもかかわらず、全然ダメでしたってなればこうなるわけです。でこういう赤い世界、赤のこの大きなリスクと大きなリターンっていう世界に踏み出すビジネスのことをこうベンチャービジネスというふうに言うわけです。まあ、いわば、ね、企業の本来の目的である顧客の創造、市場の新しい創造に挑戦するっていうことがこのベンチャービジネスというのの一番の肝になるわけですね。でそうしたときに、このベンチャーって言ったときにね、過去の20世紀と新しい21世紀で言ったら、明らかにこの新しい21世紀に出てきている言葉なんですよ。ベンチャーっていう言葉が出てきてるっていうのは、明らかにこの新しい21世紀の言葉なんですよね。でそれまではあんまりベンチャービジネスっていう言葉、その言葉自体がそんなにね出てくるってことはなかったわけです、ね、もちろんその過去20世紀でも顧客の創造とか市場の創造っていう企業本体の役割、目的っていうのを果たしてた、そういう会社もあったわけですよ。まあ、一番代表的なのは日本だったらソニーですよね。ソニーっていう会社はとにかく何のために存在するのかって言った時、ソニーっていう会社はすごいこうね、企業目的っていうのがはっきりしてたんですよね。世界初っていうコンセプトだったわけです。とにかくうちの会社っていうのは世界初の何かを製品として出そうという非常に分かりやすいコンセプトを持ってた会社だったので、実際ソニーはベンチャー企業とかベンチャービジネスって言われなかったですけど、ソニーがやってたのはまさにベンチャーだったわけですよね。他の会社の真似じゃなくて、ね、自分たちで新しい世の中にないものを作り出そうっていう、そういう本当に起業家精神あふれる会社だったわけですよ。
な今のソニーはどうか分かりませんけど、当時、ね、過去20世紀の一番最初のね、あのイブカさんとか森田昭夫さんとかがやってた頃のソニーっていうのは、まさに世界初っていう、こう顧客の想像、市場の想像を一番の主として企業経営をやってた会社なわけです。でもだからソニーっていう会社がやってたのは間違いなくベンチャービジネスだったわけですけど、この頃はあんまりベンチャービジネスっていう言葉自体は出てなかったんですね。で、新しい21世紀になってベンチャービジネスっていう言葉がすごいたくさん出るようになったんです。なんでかっていうと、冒険しないともう利益が出ない世の中になってるからです。冒険しなくても利益が出てたんですよ、ね、古き良き時代っていうのがあったわけですよね。高度経済成長、1960年から、ね、1990年ぐらいのこのバブルが崩壊するまでですよね、まあ、特に1973年までのこの頃、1973年の石油危機が起きる時までとかっていうのは、所得倍増計画とか言ってね、池田勇人内閣が、ね、10年間で日本のね、日本人の給料を、ね、倍にしますという、まあ、そういう政策を打ち出して、実際それっていうのは実現したんですよね。だから、ね、今から50年前60年前に創業した人たちっていうのは、別にベンチャーなんか、その要するに01っていうのを作り出そうとしなくても、例えば美容室を開業すればもう美容室にたくさんお客さんが来てくれたし、例えばテレビを売ればテレビをたくさん買いに来てくれた、冷蔵庫を売れば冷蔵庫をたくさん買いに来てくれた、それこそ学習塾っていうのを起業すればね、あのその50年前60年前に起業した学習塾っていうのはもうね、1日で100人とか生徒の受付とか新入生の申し込みとかを受けてたっていう時代もあったんですよ、ね、今日1日はひたすらね、新入生の入塾手続きの受付だけで1日100人入塾受付してたって、そういう時代だったんですよ。とにかく何をやってもお客さんの方が殺到してくれてた時代があったんです。だから例えばね、美容室だった時に例えば A 店が、ね、繁盛してます。じゃあ私も、美容室をやります。で繁盛しました、ね、私も美容室やります、繁盛しました。こういう古き良き時代っていうのがあったわけですよ。だから全部繁盛してましたみたいな。で学習塾もそうです。学習塾もね、あの塾がね、繁盛してる。じゃあ私も同じ進学塾をやりました、繁盛しました。で私も塾をやりました、繁盛しました。こういう古き良き時代っていうのがあったわけですよ。だから起業さえすればお客さんの方がね、まあ、もちろんその商品サービスがいいっていうのは前提ですよ。もちろんその商品サービスがダメだったらダメですけど、いい商品サービスであれば、もう開きさえすればお客さんの方がどん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 来てくれると、まあ、そういう時代っていうのもあったわけですよね。まだ商品サービスっていうのがすごくこう日本の中に不足してた時代は、わざわざベンチャー冒険的なことをしなかったとしても、まあ、真似でも儲かってたわけですよ、簡単に言えばね。企業本来の目的は果たしてないかもしれないですけど、十分成功するってことはできたわけですよね。なんですけど、21世紀はもう物余りサービス余りですよね。ね、別にね、あの一家に一台自動車が、ね、ないというわけじゃない、ね、別に自動車は一家に1台ある、2台ある、ね、テレビもある、冷蔵庫もある、洗濯機もある、ね、自動車もある、パソコンもある、携帯電話もある、スマートフォンもある、まあ、こういう時代ですよね。だ商品サービスがもう余ってるわけですよ。だからじゃあ他のところが売ってるものをね、自分も提供しても、じゃあ自分のところもどん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 売れるかっていったら売れないわけです。だから新しい21世紀っていうのは、まあ、ベンチャーじゃないと逆にもう儲からないわけですよ。こう真似ではね、もう真似だったらもうね、本当に少ないパイの取り合いということでね、もう熾烈な価格競争になっていくわけですよね。だからベンチャーをしなければ、冒険しなければ逆に利益が出ない、そういう世の中になっているわけです。でそうした時に基本的にビジネスっていうのは鉄則が一つあるんですよね。もう鉄則というか原則があるわけです。
これが原則です、ね、伸びてる市場で勝負するということです、ね、だからこう市場が横ばい下がる上がるだったら絶対にここで勝負するっていうのがもう鉄則なんですよね。だからこの新しい新分野新市場というのにどん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 挑戦していくっていうのはこのベンチャービジネスになるわけです。で具体的なことを言ったら人が勝負できるっていうのは、まあ、3つの分野があるわけですけど、一つは日本国内の現実です。日本国内の物理ビジネス、実際目に見えるものを売ります、ね、テレビを売ります、冷蔵庫を売ります、洗濯機を売ります、クーラーを売ります、ね、パソコンを売ります、こういったビジネスですよね。でこれで十分利益が出てたっていうのは過去20世紀ですよ。だからわざわざ冒険的なことをしなくても、ね、ベンチャーじゃなくても十分に、儲かってた、繁栄した、成功することもできてたわけですよね。でも今もうこれはダメですよね。基本的にはね、間違いなく伸びてはいないですよ、ね、よくて横ばいですけど、ね、ほとんどはもう下がってるわけです。実際はもう衰退産業になってるわけですよね。だから今から起業してここに入るっていうのはもうそのビジネスの鉄則を反してるわけですよね。もちろんね、気合根性努力とか情熱によってね、最初の5年ぐらいなんとかするっていうこともあるかもしれないですけど、それはビジネスの原則には反してるわけです。そういうことっていうのは普通はやらないわけですよね。やっぱり伸びてる市場で勝負するということになるわけです。でそうしたときに、じゃあ2番目は何かって言ったら、日本国内の仮想ビジネスですよね。日本国内の仮想ビジネス、要するにネットビジネスということになるわけです、ね、だからこの21世紀でじゃあ成功した企業って言ったらどんなところがありますかって言ったときに、例えばソフトバンクとか、ね、楽天とか、ね、ミクシーとか、もしくはその DNA とか、ね、グリーとか、ほとんど、ね、あのこういう仮想的なビジネスですよね。実際インターネット上で新しい商品を提供している、新しいサービスを提供しているっていうビジネスですよね。だからベンチャーイコールネットビジネスっていうイメージになりがちなんですけど、本来はベンチャーっていうのは冒険的っていう意味であって、必ずしもそのネットっていうのと関連してないわけです。ただ実際伸びてる市場っていうのはこの仮想空間、インターネット上だったので、インターネット上で行われているビジネスっていうのは結果的にはベンチャーとしての成功企業として名前が上がることが多いわけです。それはもう海外も一緒ですよね。海外も結局そのマイクロソフトとか、ね、アップルとか、もしくはそのアマゾンとかですよね。そういった会社、まあツイッターとかフェイスブックとか、こういったところはまさにベンチャーだったわけです。伸びてる市場の中で、全く伸びてる市場の中で自分が新しい商品サービスっていうのを開発して勝負するという、そういうビジネスですよね。だからベンチャービジネスイコールこの仮想ビジネス、要するにネットビジネスっていうイメージになっていたりするわけです。だから本来は別ですよ。本来はね、ベンチャーっていうのは冒険的っていう意味であって、必ずしもインターネットと関連してる、あのつながってるわけじゃないですけど、ただ、ね、ビジネスっていうのは基本的には伸びてる市場で勝負するっていうのが鉄則ですから、結果的には伸びてるビジネスに多くの起業家が挑戦していったということです。ただ、ね、リスクイコールリターンなので、ね、こういう商社の中には、あ、その商社の陰には、ね、おびただしいだけの、ね、敗者がいるというのも事実です、ね、たくさんの人が挑戦していって、もうこの人たちは、ね、あ、少ないこう光が当たった人たちですよね、まあ、要するに勝者ですよ。簡単に言えば、もう分かりやすく言えば勝者です。なんですけど、結果的にはこの下にはね、たくさんの人が挑戦した中のほんのほんのほんのごく一握りの人たちが実際は光が当たって勝者になった、要するにね、あの成功っていうのをこう掴み取ったということになるわけです。リスクが、リターンが大きい世界ってことはリスクも大きいわけだから、失敗したと、要するにね、情報空間、インターネットを使ったビジネスだからこそ失敗したっていう人たちも、まあ、圧倒的に多いわけですよね。もうそれはもう仕方がないわけです。リスクとリターンというのは常に
釣り合ってるわけだから、大きなリスクを、ね、取ったと、ね、大きなリターンを狙って大きなリスクを取ったってことだから、結局勝者がいるってことは敗者はものすごい数がいると。でこの人たちが得てる、ね、成功というのが大きければ大きいほど、その競争に敗れていった人たちっていうのはものすごい膨大な数がいるということが言えると思います。そして最後の3番目っていうのはもう世界ですよね、グローバル。もう要するに日本自体がそもそも伸びてないわけだから、日本の総人口自体が減っていくってことは、もう日本市場はもう絶対伸びないわけですよ、基本的には、ね、日本市場はもう絶対的にもう伸びないわけです。だから今から24年後、今2016年なので、今2016年なので2040年の24年後とかっていうのは、まあ、この2つを足してもね、日本国内の物理ビジネスと日本国内の仮想ビジネス2つを足しても今の半分にもなるっていうふうにも言われてるわけです。でどれぐらいの確率ですかって言ったら、もうそれは 99% です。 1% はもうね、社会変革っていうのがあってね、例えば日本がいきなりね、世界中のたくさんの大量の移民を受け入れますみたいな、そういうことをやればこうは そうはならないですけど、ね、まあ、もう今まで日本は全く、ね、移民の受け入れには消極的でしたけれども、でも、ね、もうこれはもうどうしようもできないということで、ね、もう世界中の人が、ね、日本の、ね、一番この治安のいい、ね、食べ物の美味しいこの日本に来てくださいということで、こう移民っていうのを積極的に受け入れるとかっていうことをすれば、ね、これは実現しないですけど、もうそういう思い切ったこと、まあ、過去の日本だったらね、例えばペリーが来航してその江戸幕府をね、260年続いた江戸幕府を倒して新しい明治新政府を作るとか、もしくは今の70年前に日本がね、結局天皇を中心とした、まあ、そういう政治仕組みだったわけですけど、アメリカに戦争で太平洋戦争で負けてポツダム宣言を受け入れたことによって全く違う政治システム、民主主義そして資本主義という経済というのを作るみたいな、そういう社会的な変革が起きる可能性が 1% ぐらいあるので、 99% としか言えないですけど、 99% このままいけばもう日本の人口というのはね、どん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 減っていくのは分かっていて、しかも、ね、増えていくのは高齢者ばっかりだから、消費が落ち込んで日本の国内の物理ビジネスと仮想ビジネス全部合わせても今の半分、要するに500兆が250兆に縮小していくっていうのは容易に分かるわけです。もうこれはね、もうほぼ 99% 実現していくっていうふうにもう分かってる未来ですよね。であればもう最初からこのベンチャーと呼ばれてる人たちはね、もう今は最初からの世界というのを考えて20代でも30代でも起業する人たちっていうのは多い、そして増えてる、もうそうは仕方がないんですよね。伸びてる市場で勝負するっていうのはもうビジネスの鉄則中の鉄則なので、その鉄則を考えた時にもう物理はダメだと、でもまだ仮想はいけるっていうんだったら仮想でこう勝負して勝った人たちがいたと。でもこれもやがても飽和してね、結局日本のね、今までインターネット使ってなかった人たちがどん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 インターネットを使い始めた、今までスマートフォンを持ってなかった人たちがどん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 スマートフォンを持ち始めた、その日本の人口自体が減るってことは当然市場も小さくなるってことは分かってるわけだから、今からのベンチャーって言えばむしろそのインターネットの活用っていうのを超えて、もういかにこう世界中に自分の商品サービスっていうのを提供するかっていう、そういう時代になってるわけです。もう唯一伸びるのはここしかないからですよね。世界の人口が60億から73億まで増えて、で2100年に100億って言われてるんですよ、国連の統計によると。だから伸びるんですよ世界はね。人口が増えるってことは商品が欲しい、例えばテレビが欲しい、冷蔵庫が欲しい、ね、携帯電話が欲しい、スマートフォンが欲しいっていう人も増える、ね、商品サービスが欲しいって思う人も増えるわけだから、世界は伸びてるわけですよ明らかに。日本だけが、ね、横ばいもしくは衰退してるだけであって、世界自体は伸びてるわけです。すぐお隣の中国も人口が12億13億15億少し離れたインドも、ね、8億10億12億っていう風に伸びてるわけですから、で最後の一番伸びてるのはアフリカですよね。アフリカなんていうのはもうほぼ全各国が人口として伸びてるわけです、まあ、東南アジアも伸びてるわけですよね。
で、そうした時にはもう最初からもうね、あのベンチャー、いわゆる冒険的な人たちっていうのはもう最初からどうやったら自分の商品サービスっていうのを全世界に提供できるかっていうのを考えているということです。だから例えばね、あのゲーム業界、しかもそのね、今伸びてるのはスマートフォンのアプリ、スマートフォンのアプリのゲームっていうのがね、まあ、すごく伸びてるわけです、ね、そうした時に昔だったんですよ、過去20世紀、まあ、私たちが、ね、ゲームといったらね、例えばそのファミコンとか、ね、あのプレイステーションとかね、それとかセガとか、まあ、そういった時代ですよ。でそうした時に例えばねファミコンというののゲームってなれば、まず日本国内でヒットして、例えばそれがね、10万本とか20万本とかね、もう100万本なんていう風に売れたらもう大ヒット中の大ヒットですよねっていう時代です、ね、例えばそのスーパーマリオっていうゲームが大ヒットしましたとかね、ドラゴンクエストっていうゲームが大ヒットしましたみたいな、まあ、そういう世界ですよね、過去20世紀だったら、ね、だから最初から日本国内でどうやって10万本売るか、日本国内でどうやったら20万本売れるか、どうやったら日本国内で100万本売れるかっていう時代だったわけです。でそれで実際100万本売れてものすごい大成功した企業なんで、任天堂とかね、スクエアとかエニックスとか、ね、もしくはその一時のソニーですよね、プレイステーションとかがすごく人気があった時の時はそういう時代もあったわけです。でも今もう全然ダメですよね、もう今全然ダメです。その代わり、ね、このベンチャーということですごく大きなリスクを取った人たち、ね、自分たちは伸びる世界で、伸びる市場で今までね、日本そして世界にない商品サービスを作り出して、それでこう勝負するんだっていう人たちっていうのはもう最初から世界っていうのを考えてるわけですよ。だからもう全然常識が変わっていて、ね、まだ20代、ね、多分28歳か29歳の起業家だったと思うんですけど、ちょっと正確な年齢は覚えてませんが、多分28か9ぐらいの起業家です、ね、でそしてあの会社を辞めて4ヶ月でスマートフォンの用のアプリのゲームを作ってね、そして売り出して会社を辞めました。で4ヶ月間とにかくねスマートフォンで、ね、全世界の人が遊べる、要するにこう言語、日本語とかっていう言語に縛られないゲームであれば、ね、全世界の人が使えるわけですよね。で全世界の人が使えるその言語の縛りがないゲームっていうのを最初から作って、だからもうこの人は最初から全世界で売ろうと思ってたわけですよ。日本で売ってうまくいったら世界に展開するっていう、そういう20世紀型の発想ではなくて、最初から全世界で商品サービスを提供するっていう考え方でゲームを4ヶ月間で作り、そしてさらにその6ヶ月間売ったんですよね。まあこれはまあ売ったっていうか過去形っていうか、まず現在進行形でね、売ってるわけですけど、そしたらね、結局6ヶ月間の販売期間で700万本です。だからその過去20世紀のね、任天堂とかね、あのセガとかね、そういった会社がやってたののとはもう速度もスピード速度も規模 もう全然違うわけですよ。もうね、半年で700万ね、自分が作った商品さ、自分が作ったゲームで全世界の人が遊んでくれている。そのうち 5% が日本で、95% が日本以外の世界と。アメリカとか中国とか、もういろんな国の人たちが 95% の人が、こう日本人が作った、4ヶ月で作ったスマホ用のゲームで、全世界700万人の人が遊んでると。こういう規模感、こういう速度の時代を私たちは生きてるわけです。ね、でこれがベンチャービジネスなんですよ。ね、一番最初に言ったので、冒険的なんです。リスクとリターンは釣り合うので、この人たちはね、じゃあ4ヶ月間一生懸命ね、自分たちの全、ね、エネルギー全勢力を使ってゲームを作ったとしても、出してみないとわからないですよね、売れるかどうかはね。4ヶ月間で時間とお金を使ったのに全く一本も売れませんでしただったら、この人たちは完全に、ね、あのリスクだけで、要するに勝負には負けるってことになったわけですけども、こういう人は勝ったわけですよね。結局勝って4ヶ月間時間とお金っていうのをもう全部それに投資して、ね、そして出してみたら結果的には大成功しているということです。で何をやったら成功できるんですかっていうことよりも、前回やった起業家精神、最初からその01で
今まで世の中、日本もしくは世界にない商品を作ろう、日本社会に最初からないサービスを作ろうという起業家精神、起業家マインドというのを持ってた上で伸びてる市場、ね、ネットの世界、そして全世界というのを考えたら、こういう成功事例っていうのも出てくるということなんですね。なので、ね、ベンチャービジネスっていうのは冒険的ということです。だからどん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 ね、もうそういうことを考えていかないと基本的にはその経営っていうのはできないということですね。だから原則をまずしっかり知っておくということです。一番大事にね、まずその細かいね、細かい分野とかジャンルとかやり方っていうことよりも、とにかく企業っていうのはそもそも本来的に顧客を創造するために存在していて、新しい市場、自分の商品サービスによって新しい市場を作るというために存在していると。そのために必要な考え方とか心の在り方っていうのは起業家精神、0から1、自分で問題を発見して自分で解決法を考えて自分で行動を促し、自分自身に対して行動を促し、そして商品サービスっていう実際の目に見える形にする、そしてそれを勝負して出すと。で、勝負して出すときは伸びてる市場で勝負するということですよね。今からね、いや私はね、ここで勝負しますっていうのはね、もうビジネスの鉄則としては反してるわけです。そうじゃなくて伸びてる市場ね、日本は今までだったらインターネット、今までネットをあんまり使ってなかった人がネットを使うっていう余地があるんだったら、これは伸びてた。だけどこれもいよいよ横ばい局面っていうことであれば、もう世界というのを最初から考えて経営を行っていくということが非常に大事なんですね。ここでうまくいったらここっていう時代じゃないということです。最初から伸びてる市場に対して自分が今までない、誰も出してない、誰も出してない商品、誰も出してないサービスで勝負するというのが本来的なその企業の目的、顧客の創造っていうのを実現させていくんだと。そのために注目を集めているっていうのがこのベンチャービジネス、冒険的ビジネスということで、大きなリスクを取る代わりに大きなリターンを得る可能性を持っているというビジネスがベンチャービジネスなんだというお話です。はい、今回のお話がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、現在メルマガ登録をしていただければ、あなたにですね、特典レポートということで教材をプレゼントさせていただきますので、ぜひこの機会にメルマガ登録もよろしくお願いします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。